藤巻武義君、日本維新の会の藤巻です。よろしくお願いいたします。あの一月の末にですね、コインチェック社から仮想通貨ネムの不正流出事件がありまして、ですね。その時に被害を受けた方が二十六万人、二十六万口座とよく言われているんですけれども、それがコインチェック社でいうと十パーセントにしかならないと。 これ、換算すると、まあ、だぶってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、260万人口座ぐらいがです、ね、もしダブってなかったらですけれども、コイン1社、1社だけで,です、ね、こう利用者がいるというわけですね、えーまあ、これはもうかなり多くの仮想通貨の取引投資家がいるとこういう、取引している方がいらっしゃると。 いううことだとだ思うんですねで特に仮想通貨の場合、まあ我々高齢者ではなくて、ですね多くの投資家が若者であると、若者の文化のような感じになっているという認識が私はあります、でその中で、11月にですね国税当局が、この実現益を総合所得である雑所得であると、総合課税である雑所得であると、こういう通達を出したわけです。 これであのかなりのですね若者たちがこう驚きましていろいろ反応があったんですけれどもこれ、実はこう配布資料にありますけれどもある方がですね署名を募集したんですね、それもツイッターだけで募集してそして即座に1万300人の方の署名それもですね電子署名という形で集まったわけです。 でこの電子署名というのは,これは確かに世界で 2, 万2億3000万人ぐらい使ってますけれども、日本ではそれほど浸透してはいないですよ、でそれでもね、1万300人がずっと集まった、特にまたツイッターだけでしかこう募集というかアクセスあの、お願いしていないのにもかかわらず、これだけのものが集まったということはね、若者の間ではものすごいこの不満というか、フラストレーションがたまっている証拠だと私は思うんですよね。で あのだからといってねこれあの私はそのダダをこねて税金、えーまあ、高いから安くしようよとこういうようにダダをこねるつもりはなくてね これやっぱり建設的にこの税制というものを考えていかなきゃいけないと思うんですよ。こういう問題で若者がこれだけの声を上げたということは、これ、あんまり税制の変化でないことであってね、非常にこの今まで声を上げていなかった若者たちが、この税制に対してものすごい興味を持っているということの表れだと思うんですね。それがゆえに、このニッチな産業ではなくなったその仮想通貨の税制というのは、極めて重要な問題になるかと思います。で特にあのブロックチェーン これ今まで私、本会議とそれから予算委員会、それから財政金融委員会でいろんな方にお聞きしました、総理もそれから麻生大臣も、そしてあの経産省もですねブロックチェーンは将来の技術として極めて有望で非常に期待していると、こうおっしゃってましたよね。 業界というか分野はですね70兆円ぐらいになるんじゃないかというようなことをレポート出してるわけですで極めてその重要なひょっとすると日本経済が再上昇するね起爆剤になるかもしれない技術というのが私はブロックチェーンだと思うんですねでその裏側にある表と裏にあるのが仮想通貨なわけですまあご存じのようにブロックチェーンというのは仮想通貨を作るために発展させるためにできた技術ですしまあ特に 今後ともです、ね、オープン型のです、ね、ブロックチェーンだとすると仮想通貨なしにはです、ね、ブロックチェーンの発展というのはないかと思うんですよねいや。そういう意味で税制がそのブロックチェーンこう日本の将来の飯の種になるかもしれないそのブロックチェーンを、ね、これし殺しちゃいけないと思うんですよ。ということで非常に建設的なあそのに議論をしてです、ねえー、あるべき 仮想通貨の税制っていうのを作っていかなくちゃいけないかなと私は思っています。で、まあですからそういう意味ではそのダメだダメじゃなくてただをこねるわけでもなくて建設的な意見に議論をさせていただきたいと思っているんですけれども、あの特にその非常にいい。 税制ができればね、これ、すべてがウィンウィンになると思うんですよ。若者たちもこう喜んでこうかあの納税すると思いますし、それからブロックチェーンが世界の経済日本経済をこう押し上げていくだろうし、それがゆえに税収も引き上がると。 すべ、ね、てがウィンウィンになると思うので、非常にあの建設的な、非常にあの健全なです、ね、税制を作るということは、非常に重要なことかと思います。で、質問に入りますけれども、まず金融庁にお聞きしたいんですが、2017年に仮想通貨の時価総額がどのくらい増えたかということを教えていただけますでしょうか金融庁、佐々木総括審議官。お答え申し上げます。 えー、民間の調査情報によりますと、仮想通貨の時価総額はあ2017年1月1日時点で約1兆9000億円、えー、2017年12月末時点で約60兆5000億円と、約30倍増加したものと承知しております藤巻武志君。このうちの、まあ、ちょっとこれ、あの質問通告しなかったんですけれども、かなりの部分、 が仮想通貨日本が今最先端走ってると思うんで多いと思うんですけれどもそうするとですね1兆9千億から1兆九千億円から60兆円これものすごいこう評価が上がった時価総額が上がったということはあ実現益とそして未実現益を含めた 部分とといいううののはもすすごく大きいと思うんですね特に日本の場合今度は仮想通貨同士の交換によってですねこれでも課税ということになってますから本来きっとねそのちょっと割合を聞くのを忘れましたけれども例えばかなりいってるっていいますよねものすごいその利益が上がっているそうすると当然のことながら今年度の3月15日に 締め切りになった確定申告ですけれども、ものすごい金額のです、ね、税収、雑収入がです、ねえー、計上できるけあのと思うんですけれども、それはどのくらいを予想されているのか、そしてです、ね、で国税庁、そして財務省ですけれども、えー、それをきちんと補足できるのかどうか、その辺についてお聞きしたいと思います財務省、星野主税局長。 税収の見込みについては、私からご説明させていただきます。仮想通貨の実現益、所得分類上は原則として、座所得に含まれることとなるわけでございますけれども、雑所得は各種所得の金額を合算した上で、申告所得税として、 課税所得金額に応じて、限界税率が課せられることになりますので、雑所得のみにかかる税収を切り分けて算出することはできないということでございます。で一応、統計として、こちらとして把握しておりますのは、雑所得以外の各所得に比べまして、雑所得の金額の一番大きいもの。 例えば公的年金の大きいものは、雑所得者と呼ばれますけれども、税収見積もりに際しましては、雑所得者にかかる税収について見積もりを行っておりまして、例えば、直近平成29年度の申告所得税における、雑所得者にかかる税収は580億円になるものと見込んでいるところでございます。 ただ、ご説明しましたとおり、雑誌所得をまあ切り分けて算出することはできません、申告所得税の税収見通しについては、まだ申告が終わったところでございまして、今後、その収納状況を見ないと、現時点で確たることを申し上げることはできないという状況でございます島木武史君え国税庁、事長がお答えいただいてからお願いします、えっと、実現益の補足についてでございます。 あの仮想通貨により得た所得の補足はどの程度なのかということについて、なかなか確たることは申し上げられませんけれども、私どもの基本的なスタンスといたしまして、適正に納税を行っている方々が不公平感を抱くことのないよう、税務調査を含めまして、さまざまな取り組みを行い、しっかりと対応していくことは重要と考えております。でちなみにに他の金融商品等に係る取引状況 法として、法定調書となっているものといたしまして、えー、金融商品の特定口座年間取引報告書ですとか、先物取引に関する支払い調書など、こういうものがございますが、仮想通貨取引については、支払調書制度など、直接的、失敗的に所得を補足する仕組み、制度は今のところ、整備されていない状況にございます。 そうした状況の中で、国税当局においては、さまざまな機会を捉えて、課税上有効な資料情報の収集に努めております。で、これによりまして、申告のなかった方も含め、必要性の高いものについては、重点的に税務調査を実施するとともに、仮想通貨に係る取引実態の研究を行っているところでございます。で、今後とも適正公平な課税の実現に向けまして、 えー、仮想通貨にかかる取引情報をどのように収集していくかについて、仮想通貨の取引実態や課税上の必要性を検討しながら、あ制度当局、酒税局等もよく相談しながら検討していきたいと考えております藤巻武志君。まああの雑所得がどのくらいかというのは切り分けられないという星野局長のお話だったんですけれども、少なくとも。あ 申告所得税がどのくらい増えるかっていうのは非常に注目できますですね。これからの数字を見てですね、この仮想通貨から考えられる税収とですね、申告所得税の伸びが一致していなかったらば、それは課税当局があ税をきちんと補足できてないということになるかと思います。別にこれはあの国税超あのあ,あの非難しているわけじゃなくてね、そういうような税制の仕組みはおかしいんじゃないかという。 ことなんですよねその要するに公平、要するに脱税されてる方もいるかもしれないし、きちんと正直者がいる、それがきちんと皆がこう正直者がこう損をするような税制はまずいということでね、確かに予想通りの税収上がるなら、それはまあ皆さん同じような公平な税制だろうと、だけれども、脱税を許すような正直者がバカを見るような税制は、簡素公平、中立という、 基本原則に反しちゃうわけですよ要するに公平じゃなくちゃいけない。ということであるならば、やはり、もし今年の結果を見なくちゃいけませんけれども、きちんとしたものが出て、税収が上がってないのであるならば、やはり税制自身をですね、えー、変えるべきだろうと、私は思っております。で、えー、次にちょっと確認をしたいんですけれども、国税庁、もしくは市税局にお聞きしたいんですけれども、えー、仮想通貨をものと考えれば、これ、譲渡所得という。う 考えも考えられたわけですけれども、結局、雑所得というふうに、原則、雑所得となったのは、改正資金決済法で、これは仮想通貨を支払い手段と位置づけたせいだというふうに理解しておりますが、それでよろしいんでしょうか国税庁、藤井次長。 えー、お答え申し上げます、えー、委員あの、結論委員ご指摘のとおりでございます。でえー、所得税法上、譲渡所得につきましては、最高裁判決などにおきまして、 えー、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得としてその資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを生産して課税する趣旨と解されておりましてあの法令上は資産の譲渡による所得とこういうことでございますでビットコインなどの仮想通貨につきましてはご指摘の資金決済法上、えー 代価の弁済のために不特定のものに対して使用することができる財産的価値と規定されており消費税法上も支払い手段に類するものとして位置づけられておりますので、えー、外国通貨と同様にその売却または使用による生ずる利益は資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられるところでございます。 でえーまあ、そういうふうに考えられるところでございますので、資金決済法の改正によって位置づけがなされたことも考慮の上仮想通貨の売却、または使用により生じた利益は、譲渡所得には該当せず、どの所得にも属さないということで、雑所得に該当するというふうに返しているところでございます。 藤巻たけし君今のお話を聞いていると、黒田日銀総裁とかですね、麻生大臣がよく仮想通貨ではなくて仮想資産だとおっしゃってますけど、そうすると、将来的には上等所得になってもおかしくないのかなという気がしないでもないんですが、それは別としましてです、ね、あの国内 FX 取引というのは、これ雑、同じく雑所得ですけれども、雑所得でありながら、特措法によって、特別租税特別処置法によって、申告分離。 20%は採用されているわけですけれども、同じ雑所得であっても、ですね今,今のところは総合所得、雑所得である総合課税なんですけれども、FX と同じように将来的に申告分離になる可能性もあるのかどうか、お聞きしたいと思います星野菅局長。 仮想通貨を売却または使用することによる損益原則として雑所得に区分され総合課税の対象となるわけでございますけれどもこの取扱いは日本円と外貨を交換した場合の為替差益が雑所得として総合課税の対象となることとのバランスを考えれば適当なものと考えております一定の FX を含む先物取引による所得につきましてはご指摘のとおり先物取引が 価格変動リスクの回避、公正かつ透明な価格指標の提供等、重要な役割を担っていることを踏まえて、幅広い投資家の市場参加を促すことが重要であるとの観点から、分離課税が適用されているところでございます。仮想通貨をこれと同列に論ずることはなかなか難しいのではないかと考えているところでございます。藤巻たけし君 まあ今の星野局長のお話によりますと、要は市場を育てたいかどうかという話だったと思うんですが、その観点からするとです、ね、私は先ほども言いましたように、ブロックチェーンを育てるためには仮想通貨を育てなくちゃいけないという意味で、市場を育てるというのは極めて重要な話かなというふうに私は思います。ももう1つです、ね、違うつ違観点からすすると、えー、まあ国内あの FX 取引は分離課税ですけれども海外 fx 取引というのは総合課税ですよねただし、海外 FX 取引であっても、金融庁の認可を受ければ、許可を受ければ、ですね申告分離課税になると、こういう話になっているかと思うんです。ということはね、この商品先物取引法とか、それから金融商品取引法などの国の規制を受けていれば、言い換えれば、ですね国の監督下に入れば、特措法によって申告分離の適用の可能性があると。 これが私は税の公平性だと思うんですよね、要するに FX 取引は20%だったならば、まあ、当然のことながらその仮想通貨の取引も20%にしても、これは税の公平からするとそうであるべきではないかというふうに思うんですね、で特にね、前回の予算財政金融委員会で私がお呼びした、あの経産省の木村参考人。 マネーロンダリングや消費者保護に関する議論もあると承知でございます。我が国におきましては、資金決済法の改正によりまして、取扱い業,業者が登録制となされますなど、 国の監督下で仮想通貨を活用できる環境が取られているものと認識でございます。こうお答えになっているわけです。す、え、で、ー、に経産省では国の監督下の下で仮想通貨の取引が行われているというふうにおっしゃっているわけですから、先ほどの FX 取引の国内取引そして、えー、国外取引、海外取引での差を考えますとですね、国の監督下に入るもっときちんとしたルールができればですね、当然のことながら。 申告分離というふうにするのが妥当かと思うんですが、いかがでしょうか星野主税局長。 お答え申し上げます海外の FX 取引のまあ関連でございますけれども、一定の FX を含む先物取引による所得につきましては20、20%の分離課税が適用されているところでございますけれども、近年、金融商品取引業の登録をすることなく、投資家を勧誘するケースが多発し、投資家とのトラブルが生じていたことを踏まえまして、平成28年度改正において、投資家保護規制が講じられていない無登録業者を相手方として行う取引 については分離課税の特例から除外したところでございますでこのように分離課税の特例を設けるにあたって投資家保護規制が十分に講じられていることが重要であるということは そのとおりであると考えておりますけれども、必ずしもまあそれだけで十分というわけでもなく、まあ、そもそもその取引をやはり国として強くまあ支援、保護する政策的要請が存在することが前提であると考えております。先ほど申し上げましたとおり、一定の FX を含む先物取引による所得につきましては、分離課税が設けられておりまして、えー、こういったまあその国によるこの必要性の,その判断に鑑みますと、通仮想通 どかをこれと同列に現時点で論ずることはなかなか難しいのではないかと考えているところでございます藤間健君あの今お聞きしてますと、源泉分離課税にするための必要条件としては、強く政策的支援が必要かどうかということが重要だということが今分、分かりましたけれども、これはまた今後とも議論いたしますけれども、ブロックチェーンというのは極めて重要な技術、日本の将来を背負うような技術だと思うんですね。 えー、そしたらば、やっぱり表裏の関係にある仮想通貨を、これを政策支援するというのは、国のあるべき姿であって、えー、まさにそうしないと、せっかく世界のトップに走っているです、ね、日本のブロックチェーン技術を殺してしまうことになると思うんですね、えー、先ほど最初に申し上げましたけど、税制で日本の将来を殺しては絶対いけないと思うんですね、その点においてです、ね、その仮想通貨というものをやはり政策的に支援する、要するにブロックチェーンを政策的に支援するということを、 ぜひ考えることを強く政府にあの申し上げたいと思います。で、もう一つお聞きしておきますけれども、あのコインチェック社も金融庁がなかなか入っておりますのでデータかなりあると思うんですけれども、12月の月間取引量がいくらで、えー、事件の起きる前の口座数がいくらあったのかということをお聞きしたいと思います。またそれを対比する意味でですね、まあ、SBI グループこれはあの FX。 取引でも、またあのネット株式の取引でも、業界1位かかなり上の方にいると思うんですけれども、彼らのですね口座数と取引額を教えていただければと思います。金融庁遠藤監督局長 お答え申し上げますあのコインチェック社は、ですねこの取引額を定期的に公表しているわけではございません。ただあの、3月8日の記者会見の中で、2017年12月の月間取引高について説明しておりまして、それは約3兆8537億円であるということでございましたえ。いわゆる事件の起きる前の口座数については、今申しましたように公表としておりません。ただ、この記者会見の質問の中で、ですね事件後、3月8日のですね事件後の口座数は、 1> 約170万口座であるというふうに説明しておりますそれから SBI グループでございますけれども、えっと、この SBI グループに関しても1ヶ月間の取扱いだか等については公表しておりません SBI グループはですねあの決算説明書等においてあのクォーターベース3ヶ月のベースですねあの資料とあの数字とは説明しておりますでその数字によりますとですね SBI 証券に関して 2017年10月から12月の3か月間における国内株式委託売買代金は約31兆6924億円、2017年12月末における口座数、約410万口座、2017年10月から12月の3か月間における FX 売買代金が約48万9874億円、グループ他社を含めた2017年12月末における FX 口座数は約101万口座ということでございます。藤巻君 これ、お聞きしてますとです、ねあの、かなり2分の1、3分の1ぐらいにはな、これあの、仮想通貨の取引額といい、口座数とい,いなってると思うんですよね、かなりの大きい存在に仮想通貨の取引がはなってるという認識もしておいていただきたい、もうニッチではないんだということは、十分ご理解いただければと思います。もう一つお聞きしますが、FX 取引のレバレージというのは、今、何倍まで許されてるんでしょうか。 金融庁池田総務企画局長、お答え申し上げます。個人向けの外国為替証拠金取引いわゆる FX 取引のレバレッジは現在25倍が上限となっているところでございます。藤島貴史君、あの25倍ですね。そうするとですね、要するに仮想通貨の取引で確かにモラティリティが大きいという話よく出ますけれど。 これは25倍まで FX 取引で許されて、レバレッジが許されているということはあの1、1%の動きで25%動くということですよね。十分レバレッジを効かせれば、FX 取引もレバあのボラティティが大きいわけで、仮想通貨がボラティティが高いからどうのこうのという議論にはならないんではないかということは念を押しておきたいと思います。次にですねあの、えー 仮想通貨同士の課税についてお聞きしたいんですけれども、今、仮想通貨同士の取引をすると、これ、実現益として課税対象になってしまうわけですけど、これはああの人間がですねこう、なんていうかな、手動で取引してるというような前提での税制じゃないかと思うんですね。 ところが仮想通貨ブロックチェーンが発達していくとあらゆるいくつもの仮想通貨をどん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 スワップしたり仲介したりして付加的な機能を使ったりそして送金スピードを早めるためにいろんな仮想通貨をどんどん連鎖して使っていくような状況に近々なると思うんですねそれは別に人ではなくて機械同士でで機械の中でどんどんやってしまうと。 ですからその、まずやってる当人でさえです、ね、そういう認識がなくなっちゃう、でで税,制等税務当局だって当然、把握なんかできっこない、でそういうような状況のときに、仮想通貨を変えるたびにです、ね、実現益を課税するというのも、これ、極めて非あの現実的な課税になってしまうかと思うんですが、いかがでしょうか星野資生局長。 お答え申し上げます仮想通貨同士を交換する場合につきましては、もともと保有していた仮想通貨の取得価格を新たに保有することとなる仮想通貨の時価が上回れば、経済的利益が実現していると考えられることから、これを所得として課税すると,ということが原則かと考えております。 例えば為替取引におきまして、例えばドルをユーロに交換する場合においても、同様に所得が発生することとなることを踏まえれば、適当な取扱いであると考えているところでございます。えー 例えば、先生のご指摘を受けて、課税の,まあその繰り延べみたいなことをまあ考えるというようなことがありうるかということでございますけれども、例えば、課税上の繰り延べを認めるにあた,あたりましては、単に同種の資産に買い替えるということにとどまらず、一定の政策的配慮を要すること等が必要でございます。例えば あ土地の収容等に対し,対して、代替資産を取得した場合に、風を繰り延べるといったような特例を認めておりますけれども、こういったその政策的なその配慮に基づいて、繰り延べ等を認めているところでございます。 ご指摘のとおり、仮想通貨同士の交換も含めまして、仮想通貨の取引による所得の補足について難しい面があることは、委員ご指摘のとおりと考えております。今後、関係省庁とも連携しながら、仮想通貨にかかる取引実態の研究を行いつつ、必要な対応についても検討を進めてまいりたいと考えております藤巻武君あの。おっしゃるとおり、原則はよくわかるんですけれども、先ほど来、何度も申し上げてますように、 把握できないものを調整するってのは現実的に無理なわけでね。これはやっぱりあの仮想通貨とかインターネットの社会ってどん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 先に進んでますから、税制遅れてるわけですよ。キャッチアップできないわけですから、それに合った税制を考えていくというのが極めて重要なことかと思います。で今日時間がないんで明日また続きありますけれども、最後だけもう一つ言っても今短期的なものはね、やっぱり私は考えるに減税申申告分離にして。 そして仮想通貨同士の交換には非課税にすると。 いうようよなことそして交換手段として使ったあ仮想通貨に関してはある程度まで非課税にするというようなことを当面の間を、ね、考えていかなくちゃいけないんじゃないかと思いますで明日、明日以降またお聞きしますけれどももうちょっと長い間で考えるならばねやはり所得税というのはなかなかうインターネット社会とかこういう,う,う技術が分野にてかなりあの徴収するのが難しい。担当を 税務当局もですね。補足するのは難しくなっていくると思うんですね。最終的にはね。私はやはりその例えば、あの土地の売買。え、なんだ、あの登記税、登記料とか、まあ、あの取引税みたいに。買った時に。 法定通貨から仮想通貨に使ったときに何パーセントとか不動産だったら3%、4%ですけど1%か2%か知りませんけれどもそういう課税しかあの無理ではないかなと私は思います何かあの大臣がおっしゃるような時間が来ておりますのでこの話はもうご存じのようにバーチャルカレンシーっていう言葉を直訳していくから話がなんとなくなってますでしょご存じのようにこれはクリプトカレンスイとも言うんですからね。 通称はクリプトってご存じの秘密っていう意味ですからそういったようなものの話なんてあって内容なんか分かっとらんわけですよみんな何が何だかほとんどの人が分かってないと思いますね私この話をしとられる方々も私どもはそういった意味ではこれはもうちょっとハッシュ関数なんて言葉が使われてるっていうことを知ってる人はほとんどいませんよだハッシュ関数って言われてほとんどえ何のことって言うんですけどそれがいわゆるブロックチェーンの元の元ですから その端数の話をしなくちゃならないんですけれどもそういった意味では我々としてはこのブロックチェーンというものは将来の日本のいわゆる一つのノウハウとして育てうる可能性があるものだとは思っておりますしたがって中国や韓国みたいにパシャッと閉めちゃってなしなんてことをそういったことをしているつもりもありませんから多分日本か今一番この部分で進んでりますよしかしそれによって 私どもの同時に金融庁やら消費者庁やら書いてます我々として見ればこれはこれによって被害者が出てくるというのは断固避けないかんところですからそういった意味では今おっしゃるように分離課税にした方が間違いなく税金は補足しやすいですよ。しかしししかか総合課税よりははししそれをするためにはなななもうちょっと オープンににしししててててももららららっっっ実態を全部明らかわなないいでできませんんょうかそんな話いくら言ったってだからそういったような話をきちんとしないと今言ったお話は単なる議論わっとしているだけであって前に全然進まんというのが現実なんだと思ってますのでただはっきりしておりますのは私どもはこのブロックチェーンというものは育てうる大きな技術になりうるものだとは思っております。